ゴミ愛。ゴミ愛なんかないけど。軟骨とか言ったらいいのにな。セーラー。生まれはロシア。先生なぜ。舞台は東京。ピロシーズです。今日は俺はちょっと何の企画があるかわからへんと来てるんやけども、はい、なんか企画ご用意いただいておりますか？ご用意いたしましたわよ。お、何？名付けて、リモートコンビ愛コンビ愛でございます。びっくりした。なんかさ、外国の人っておるねん、そのパターン。いきなり規制を上げるタイプ。あのさ、なんかやめてくれないか。外国人が、外国人が言わない。なんでやろ、なんで急に大きい声出すんやろってびっくりする。テンションが上がってんねん。リモートコンビ愛クッキング。そうです。何それ、コンビ愛なんかないけど。コンビ愛持ってよ、お前は。ちょっとぐらい持ってよ。まあまあ、ないこともないかな。いや、なんかね、いろいろ考えたんだけど、グラス結構いろいろできるやんか。うん、結構完璧にいろいろね。そんなこともない。話せる子なんだけど。まあね、なんだってできちゃう。バカやろ。でも、一つだけちょっとできないことあるかなと思って。なんやろう。料理ってできる？料理は無理。なんかね、もうニコ生のね、動画で見たときに、圧力上げてね、火をふかしてるの。いや、火っていうかもう、すごい湯気が出てたやんか。あれ、スプーンの中に忘れたやろ。料理はもうなんかできへんよ。電子レンジでチンすらできへんからな。この間なんか。チンできへんの？冷凍のやつチンしたんやんか。冷凍の焼き鳥みたいなやつ。で、それがもう、あれ、あんま、まだ固まってるなってなって、あれ通りやったんやけどな。それで、あ、もっと全然やらんとあかんわって言って、バーンってやったら、もうなんか、焼き鳥のこの周りのソースがもう、ビューってなって、もう焼き鳥がもう容器から剥がれへんみたいな感じになって、焼き鳥という名のなんか、ビーフジャーキーみたいになっちゃって。もうなんかチンもできへんやん。チンもできへん。それやばいやん。カップラーメンぐらいかな、唯一できるのが。お湯入れるだけ。うん。あれちゃんはめっちゃ得意よな、料理。何もできひんのに。な、ちょっと何もできひんとか言わんかいと笑っていいかな。料理と香水とかめっちゃなんか得意。やばい、料理美容とかね。あの、なんか得意かわかんないけど、でも好きやん。料理、いや、めっちゃうまいよ。好きなんやけど。あれちゃんよく料理作ってくれるもん。家に1週間分ボルシチ食べて作ってくれるもん、うちに来て。お母さん。そう、お母さんみたいな。美味しいよ、うん。でもさ、それ以上にもっとなんか苦手なものがあるんだけど。それ以上に苦手っていうのがまずおかしいから。あ、もう。日本語力？説明力がわかんない。道理だ。説明できないのよ、なんでも。だから、俺は料理できひんけど、アリちゃんは説明力が足らへんのよな。そう。だから、今回はね、二人ともこう、マイナスポイントね、できないポイントを使って、克服するじゃないけど、なんかそれでコンビ愛を確かめようかなって。あ、なるほど。そう、ブラスは料理を作って、私は説明できない、その料理を違うとこから指示するの。電話つないでやる感じ？そう。電話つないで、ブラス、こうやってやるんやね、これを入れるんやね、っていう風に説明していくんだけど、あんた自分で作らなあかんねんで。何もお手伝い禁止？え、お手伝いも禁止だし、ルールとしては、なんでとかどうして質問なし。あ、もうアリちゃんに質問もしたらあかんの？あは。はいとかは言ったんやん。これ、あ、はいは。入れたとか言って、入れましたとか、はい、聞いた、終わったはいいけど、これって何とか言うのはあかんねや。あかん。もうそれあるちゃんの説明にかかってんねや。あかん、言ったら、できるかな。食材もね、そのままサラとかそういうの出しとくから。あ、もう用意してくれてるわ。これ何とかっていうのなし。あ、じゃあリモートであれちゃんが俺に説明をしている中で俺が料理をできるかを確かめると。私が想像通りのことを言って、その想像通りできるかどうか。ちょっと面白いじゃない。皆様、全では別室に移動いたしました。これからブラスに電話して料理の作り方を教えていきたいと思います。じゃあ始めます。うん、これはな、麻婆豆腐やな。豆腐と片栗粉やろ。いくらなんでもわかるよ、ひき肉があって甜麺醤っていうのがあるもん。絶対麻婆豆腐やと思う。とりあえずアリちゃんに電話をかけてみます。聞こえる？聞こえますよ。今からミュートにするから、やり方教えて。まあ、多分なんか、まあ、言わへんわ。麻婆豆腐やなと思ってるけど。じゃあ、早速、始めていきます。じゃあ、ミュートにします。どうぞ。それでは、まずは、ニンニク、生姜、長ネギをみじん切りにしてください。ニンニク？みじん切り？ナイフがいるやろ。ニンニクよ。あんた、手洗ったんか、この野郎。洗っていい。よう分かった。何忘れとった。もしかこの仙台で言うな、これで。コロナの対策もちゃんと先発かんからな。ニンニクどんくらいあるんやろな、これ。金玉みたいな。今さっきみじん切りにしてって言ったけど、どっちと言ってなかったわ。ニンニクが1かけ、生姜が少々、長ネギ2分の1。こっから2分の1なのかな。
ごい見てこのこういうのネギをまず2分の1必要とみじん切りやろ。かわいい軟骨とか言ったらいいのにな。なんか玉ねぎちゃうよな。長ネギなんやな。あ、来た。これニンニク、勃起不全の人に効くよ。うわ、なんかこれ緑色の芯みたいなあるわ。これ大丈夫かな。むずこのプリ肉の緑の私がさ、いびつやからさ、怖いねんな、これ。包丁のヘラで、なんか潰すみたいなことやってるよ、ね、僕。うん、もう変わらんかった。意外と、多分、思ってるよりも、上手にできてると思うね。あるクラス、ちゃんとやってんなって、なると思う。これもう完璧。ほんで、生姜。生姜ほんで、これも。ナイフがさ、ワルミンちゃんちょっと言ってくんねん、動画を見てる人がナイフはちゃんと取っておきなさいみたいな。ではなんや言ってましたもん。じゃあ、小さいお皿を取って小さい調味料を合わせて小さいお皿まず順番に調味料を合わせていきたいと思います。それで大さじ2杯え、ないねんけど普通のスプーンとかでもいいよな。大さじ2大さじ下げ2あーと、なんかちょっと関係が読みづらいんだけど大さじ麺って書いてる、とりあえず麺と醤油となんか麺醤麺麺醤大さじ1。麺麺醤、麺麺醤大さじ1。醤油大さじ1。これかな、豆板醤大さじ1ね。それからスープの素大さじ1/2。砂糖1/2。砂糖ないわ。あ、あった水 250cc 測るやつ、あCC やと 250cc 多分これやね、250cc。 え、ちょ大丈夫これギリギリギリやな。フライパンに油をひいてみじん切りにしたニンニクと生姜と長ネギとミンチを入れて焼きます。混ざらへんな、あんまり。なんであいつ茶碗に入れさせたの。クソみたいなのが下の方にたまんの。ごま油って油とちゃうよ。オリーブオイル入れてください。オリーブなの。油豊かせる。ニンニク、ひき肉をぶっ込んでみじん切りしたニンニクぶちゃーってやって、で生姜もぺちゃーってやって、長ネギもパッパーって。つくさん先に入れてって言った。草から入れたからさ、みじん切りのこれが先なんか。じゃあ肉たくさんあっても困らんしな。で火つけて炒めて。ついたわ。混ぜるやつないもんね。中国人っぽい。大体のそれ、なんか肉 150g 入れた？入れてないわ。お肉 150g やで。入れる。水 120g。 グラムって cc と一緒やんな。なもんか。水入れんねや、これ。めっちゃいい匂いする、やばい。美味しそう、めっちゃ。と溶いたじゃん。お好みで入れて。好みに入れろや。めっちゃ入れるやん、これ。あっすぐ、あっすぐ、これ。やぁ、いい匂い。こっちが凍ってきたなと思ったらな、さっきの合わせたなんかいろんな何か、メニューとか、なんか、これ、あれ全部入ってる。ねえ、あんた換気扇つけた？ちょっと入れるからさ、ちょっと。痛い。味付けやもん。ゴムシチみたいになったけどな。もうそれを煮立ちさせて、で、その煮立ちさせたら豆腐をな、四角く切ってな、ぶっ込む。さっき言え、四角がいっぱいの豆腐やってた。あれかな、ちょっと水切るんかな、これ。四角く切るねんって。うわ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 。絶対から麻婆豆腐っていうのはわかるわ、これで。小さい容器を用意して。小さい洋服、小さい容器。ここにな、片栗粉を、とりあえず水溶き片栗粉を加えてよく混ぜる。片栗粉をちょっと水で溶かしてない。なんとなく、あれちょっと固めるためのやつや。水溶き片栗粉を鍋に入れて。
あ、ドロドロになってきて、すごーい。ごま油をかけに。で、出来上がりです。なんか言ってるけど聞こえ。あ、出来上がりだって。で、あとはあれちゃんに盛り付けて食べていただくという形にしたいと思います。言われた通りに全部作らせていただきまして。でもいいよな、うん、結構いい感じに見た目。ちょっと見て、ほら、いわゆる本当に麻婆豆腐って感じになりましたね、うん。はーい、お待たせいたしました。こちら麻婆豆腐になります。悪くは、うん、普通に見た目いい感じ。なんでこんな油入ってんの。いや、あんたが入れてって言ったりをそのまま入れてんだよ。どういうこと、これ何の油入れてんの。これえ、ごま油やろ最後。そんないっぱい入れたん。え、いっぱいちゃうって。これだっていろんな油が入って、最初オリーブオイルも入ってるやん。オリーブオイルだってそんなんフライパンにちょっとだけ入れて、ちょっとだけ入れて。でも見た目普通にほんまにいい感じやけどな。怖いな。食べて食べて。なんでちゃんと、めっちゃちゃんと作ったで全部。え、何これ。え、豆腐じゃん。これ何。これはまあなんか豚足みたいなもんや。あ、ネギちゃう。ネギ、なんなん、人作った方にいちょもつけやがって。あんたが言った通り作ったねんで。これ固まってるやん。え、ち、固まってへんですよ。ネギやん。ネギか。片栗粉どんだけ入れたん。お茶碗一杯ぐらい入れてる。あんた言った通りやん。食べてみて。上手やろ。ちょっと待って、これめっちゃドロドロやねんけど。いただきます。いや、美味しそうやけどな。あっち意外といけるといけるって絶対。俺も食べてみる。でもなんかちょっと違うな。味が薄い。薄いな、うん、しかもトゥルトゥルやん。え、ゼリーになってるやんか。え、でも俺の知ってる麻婆豆腐はこういうゼリー。こんなん違うよ。なんで、何が違うの。多分片栗粉の入れ方と変なタイミングでなんか水入れてなかった。うわ、なんかグロいの出てる。めちゃくちゃ固まった鼻水みたいな出てきた。あー、やだー。肉そのまんま全然ほぐしてないやんか。ボルシチみたいに水満杯になっててんだよ。なんで水入れたのそんなに。 150cc 水入れろ言うたやん。 150g 水入れろっつって。え、 150g は肉入れてって言ったの。水入れてない。ミッチー 150g。 え、水入れた、はい、そういやさ、醤油入れてないよな。なんかあれ醤油やった。ジャイユ。ジャイユって何。なんかさ、これ多分豆板醤のジャン、豆板醤のことを読めなかったから、だからジャン油って書いてジャン油ちゃんの。あれ醤油やった。ジャン油だよ。わかるやろ。いや、わかるやろ。醤油しかわからへんねん。ジャン油。醤油ぐらい絶対読めるやろ、だって普通。ジャン油。これうもないな。ちょっとゆうすけ食べてもらっていい。やだよね。気持ち悪い。なんかもうさ、猫の餌やんか。てめえが作らせたんだから、てめえはちゃんと食え。食え、食え、食え。チョコボール。違うからな。ちゃんと勢いよく食べたら気づかへんって。一回でもほら、こんくらい取って。やったー。いやー、口を開けて。いや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 、なんでやねん。いけるって。ちょっと待って。でも俺はもうほとんど食べ終わってるし、この後全部食べます。てめえの説明の仕方が悪いよ。だからコンビ愛ダメ。俺のこと全然分かってなかった。以上です。現場からお送りいたしました。ごちそうさまです。ブラス！何？マジでなんなんこれ？なんなん？何したん？あんた皿洗え全部。なんかほんと汚ねえなこれ。しかもさ、ちゃんと捨ててないやんか、ゴミ。やっぱ後でまとめて捨てたらええやん、そう思って。お前マジでもう料理とか作んな、ほんま。